よいしょ、始まりました。やってまいりました。やってまいりました。はい、やりましたね。はい、やりましたね。今夜も。まあ、多分見慣れないメンバーが多いと思いますが、はい。確かにね。はい、はい、多分、ね、はい、俺のこと。珍しい。はい。それでいきますか。はい。はい。それでいきましょうか。いきましょう。さくらゆうしのセンスを磨け。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はいはいはい、やってまいりました。はい、今日もね、やってまいりました。毎週、うん、何曜か忘れましたけど、月曜日はい、月曜日です。昨年の戦争を磨いてやってまいりました。やってまいりました。まあね、まあ気づいてるかな、気づいてないかもしれないけど、いや、うん、これを見る方は、うん、気づいてないかな、いないと思います。気づいてないかな、今日、今ゆうしさんいないですよね。うん、気づいてるかわかんないけど、うん、気づいてないかな。気づいてるでしょ、うん、まあまあ、ちょっとね、まあ、ちょっと遅れてくる、ちょっと、うん、ちょっとだけ、ちょっとだけ、もう本当に、本当にゆうしさんの詳細は知りません。あ、やっぱわかんなかったっていう人が多数かな。うん、やっぱり、うん、そう、あれ、今日はね、メガネなのは別にそういう、なんでかって、まあ、見てもらえば分かるんですけど、ちょ、ブスで泣いたよ、お前。かさぶた、かさぶたできちゃって。メガネで隠してたのね。そう、かさぶたをここにかぶせてね、ちょっとね、怪我しちゃって、うん、いろいろこの、なんか、ゆうさんが揃ってから言うのかな、まあ、そうそう、海メンバー、ね、そうそうそう、そう、前回、海メンバーいつも一緒に海行ってて、そのメンバーで今日、ニコ生やろうっていう話になったんですけど、そうそうそう、海図、じゃあ、はるくんね、うん、海で、とんでもない事故を起こしました。まあ、いろいろあったもん、ほんとに。本当にね、本当にいろいろあった。お前マジかっていうぐらい、うん、だから1日濃い、ここだけじゃなくて、まあね、はい、ここも絆創膏貼っております。はい、僕、私、はい、凄まじいことが起きたっていう。はい、もう大変だったな。大変だったよね。そうそうそう、いろいろありましたね。我々由比ヶ浜にね、はい、由比ヶ浜、あ、やばいやばい、早い早い早い、そうそう、由比ヶ浜に行かせてね、いただいて、まあまあ楽しかったね。うん、コメント更新されるの、焼けたんで。焼けましたね。焼けたよ、もう本当に。いや、お前は元から黒いよ。もう大変です。元から黒いけどね、うん、まあ僕も結構焼けちゃってね、うん、まあそれで、まあいろいろね、まあお酒飲んだりね、うん、海で相撲を取ったりね、まあ騒いだんですけど、はい、まあはしゃぎすぎて怪我をするっていう、うん、いや、ありえないぐらいはしゃいでたよね。うん、俺重たいの。あ、そう、皆さんお気づきのゆうま企画、ああ、来週はな、来週は絶対やるで、うん、うん、絶対やるで、ほんま楽しみにしとってなとか、ドヤ顔で言ってたけど、彼彼ドヤ顔で言ってたけど、彼今日病欠です。はい、今日休みです。来週は絶対やるで、うん、お前な、うん、楽しみにしとってなって彼言っといたけど、もう春はね、ゆうまのモノマネがマジでうまいから、彼常に一緒にいるのかなと思って、うん、常に一緒にいるもんね。もう本当、LINE のやり取りを毎日？ LINE のやり取り毎日はしてないけど、してない、してない、別に毎日はしてないよ、してないね。そこで毎日やり取りしてたら、まあまあ気持ち悪いけどね。よいしょ、チーン、あ、ね、乾杯、よいしょ、よいしょ、いただきます。よし、チーン。あー、やっぱ謎の乾杯ね。そうそう、このやっぱグラスでワイン飲むのが一番いい。え、言っていいですか、ワインじゃないです、見てください、カロリーです。気づかなかった。悔しい。ワインかと思った。ちょっと一丁前になんかね、うん、ちょっとかっこつけたい、結構いい、大人年頃的にかっこつけたい、やっぱり。うん、でもまあまあ僕はまあワイン、シャンパン、はい、ブランデー、ブランデー、はい、ウイスキー、ウイスキー、何でも濃いで、何でも何でも濃いっていうのは、何でその4つ選択したいの、うん、何でも濃いで飲めないんで僕、はい、何でも、うん、でもさっきからのコメントちょっと見てるんですけど、はいはいはい、明日からのイベント、はい、これ説明しましょう。あ、そうそうそう、はいはいはい、それ説明しましょう。明日、明後日、11、12、2日連続、2夜連続で、まず、はい、まず11日からどうぞ。はい、2夜連続イベント、はい、11日ですね、はい、まず明日のイベントですね。明日はなんと、はい、明日はまあそうですね、東京は神宮だったり、御苑だったり、花火大会ですね。その花火大会に合わせて、なんと、浴衣イベントを行っちゃいます。よいしょー、はい、なんと、全員浴衣でございます。そう、はい、全員浴衣ですね。いや、これはレア、本当に。これはもう、全員の浴衣を見れるってのは結構レアですね。まあないね。
でまあやっぱその花火大会に合わせてね、みんな華やかなね、華やかな浴衣を、はあ、披露してくれます。え、ちなみにどういう浴衣を着る予定ですか？それは言わない。まあ俺は迷彩柄の浴衣かな。見たことないけど見たことないけどね、うん、それに関しては浴衣じゃないから逆に迷彩柄かな、やっぱり、うん、結構まあ2回目ですね、はい、多分これが今年は最後だと思うんですけど、はい、2回目の、まあ、これ多分今年最後のまあ浴衣が見れる。それで今何人に描いた？うん、何人に描いた？大事なことは2回言うでしょう。大事な、うん、大事なことは2回言うから、うん、だからまあ今年最後の浴衣イベント、うん、ぜひぜひご来店お待ちしております。まあそれは明日ですね、11日で、ちなみに12日、はい、なんと、はい、なんと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 12日はなんとなんと格好は格好は格好は浴衣からの浴衣からのまあ浴衣で言ったら分かると思うけど、うん、多分みんなお気づきだと思うけど、うん、アロハです。よいしょー、よいしょ、はい、アロハです。そしてそしてここのタイミングでなんだろう、無理やりやってまいりました。しました。アロハ言うだけなのにめっちゃ引っ張った。全然ここでコメントが、あ、よしく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 ばかりでした。全然、え、もう俺別にいなくても成り立つようになってきた。いや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 いっぱい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 、ほんとにえもう口カラッカラっすわ。カラッカラっす、ほんとに。ゆうさん、危なかった。もう多分帰っちゃっても多分問題ないです。あ、別にいなくても問題なかったね。いや、でももう春一人で多分いける感じなの。問題しかなかったっすね。おー、うん、口カラッカラっすわ、もう緊張して。うん、やばい、もうお酒進むもんね。ほんで、なんか成績飲ませた、はい、全然飲んで。そうですね、今んとこないっすね。いや、はい、さっき今んとこ右の人も喋ろうよって言われてたんで、ちょっとね、違うね、あれだよね、装飾系なんだよ。まあ、今流行りのね、まあ、見た目でも肌焼いて短髪で肉食っぽいね。どう出たことあるよね。そうですね、絵描きのイベント以来ですね。おお、絵描きの、ね、お絵描きのあの時企画以来ですね。あの時か、はい、懐かしいね。髪の毛切ってかっこよくなったと思わないですか？だからモテるようになったんでしょ。そうですね、やっぱ短い方をいい風に持ってますね。どう変わったの？でこいつ昔っていうかちょっと前までなんか長くてなんかちょっともさかったんだけど髪の毛を切ったので、当初入ってきた時俺絶対かっこいいから髪の毛切った方がずっと言ってたんだけど、伸ばしたいんですよって言ったもんね。そうっすね。どう反応変わんの？いや、もうやっぱ短い方なんか3代目の今市君に似てるなと。そんなこと言っちゃっていいよ。やべえ、はい、それガチのファン怒んない。いや、俺発信じゃないっすよ。そんな自信ある？言われるんで、言われるから。カメラ一回見て、カメラ一回見て本当に似てるかどうか。一回寄せます。じゃあ、いや、もう一個の方のカメラを寄せよう。じゃあこっちですよね、うん、よいしょ。はい、カメラ寄せます。イケメン、カメラ見てください。イケメンだね、やっぱ。おお、ちょっとでも、あ、いまいちかもしれない。まあ、いまいち似てると思う、本当に。本当にイマイチだなと俺思う。その微動なりしない感じですね。まあでも一番言われるのは、ね、あの大橋のぞみなんですよ。まあまあ確かに、まあ、まあ、ゼゼロはじゃあ誰に似てんのかっていうの。僕ですか？僕はよく言われるのが、うん、ゴリラに似てるよね。それさっき最近っていうかよく言われます、はい。どうリアクションしていいのかわかんないですけどね。ぶん殴っていい、うん、はい。殴られる模様ですね。はい。あ、カメラ俺らしか言われないもん、だって。うん、戻っといて、戻っといて。やばい、このままじゃカメラマンで終わっちゃう。喧嘩強そうとか言って確かにヤンキーで強いやつの顔してるよね。え、僕、え、誰、ゆうやつか。いや、お前でしょ。僕ですか？僕どうなんすかね。顔四角いやろ、悪口だから確かに俺最近は最近むくんでんの、最近むくんでんでしょ。ゆうさんね、本当にね、いじめられるんだよ、ね、いや、俺最近お前に会ったらいつもなんて言うんだっけ。え、ちょ、マジ痩せろよやばいっしょ、やばくないっすか、ほんとに。いや、それに関してはほんとに悪口だし、もう俺なんかもう傷つくんだよ。まあ、ね、なんかまあ、出勤してきたら大体ゼロに、いや、ほんと痩せた方がいいよっつって、てか、なんかこう出勤してきたら、あ、ゆうさんおはようございますって言ったら、なんかゼロ、お前今日顔丸いねとかね嘘でしょみたいないや、おはようじゃないのみたいな。いや、なんかさ、ゼロって多分痩せたらかっこいいんだけど。いや、かっこよくはないっす、うん。今ちょっと顔むくんでるから。だからむくんでるじゃん、デブなんですよ。じゃあ食いすぎなの、マジでやばいよね、ハル。いや、もう多分やばいっす、ほんとに。マジで超くんね、結構食うんですよ。お前うるせえ、あんまイメージです。え、じゃあ、え、だってなんだろう、やっぱみんなでやっぱ海とか遊び行ったら多分食べちゃいますよね。そう、ここの間海に遊びに行ったメンツなんだけど、
そこでね、車の中でゆうやにずっと、じゃあゆうやもう全然売れてないからゆうやとりあえず売らせようって言ってな、1時間半ぐらいずっとお前になんか言ってたよ。そうですね。なんか動画撮ってましたね。なんか俺に対するなんかの意気込みみたいな。あ、撮ってたね。撮ってましたね。しかもそれ俺の携帯ですか。あ、お前の携帯なんだ。あれゼロだよ。あれゼロだって、あれ見よう。帰って携帯見たら、なんか知らない動画載ってると思って見たら、うん、ゆうやが俺の悪口ってか、なんかいや、ゼロさんは、いやゼロさん超えてマンション買いますと言ってたから。びっくりした。マジかと思って。それ、ね、見たかった。見てないよね、まだ。見てない。でも自分が言ったことは覚えてるでしょ、さすがに。はい、覚えてます。まあまあ取り直ししてたもんね。取り直し3回ぐらいしてたね。その3本全部俺の携帯入ってるから。それ送っときね。いや、誰ですか。いやいや、ナイトチューブに。ナイト、あ、俺に送って。あ、ナイトチューブの知らないの。お前、あ、知らないです。あ、そういうことか。あ、送ります今から。確か言ってる。なんか面白いことあってってよ、お前。え、ゆうじさんに送ればいいっすか。お前得意なやつじゃん。はい、得意なやつやったれって。え、あの、アップするあ、いや、まあ、アップしようどれにする。大丈夫、ゆうさん入ります。え、ちょ、はい、もうちょっと引きモノマネ系か、一発ギャグ系か、どれにしよう。はい、これですね。まあ、とりあえずじゃあ入ります。ね、結構なんかアルパカ顔って言われるんで、ちょっとアルパカに似てるって言うんです。アルパカのシュウヤのアルバムのモノマネ。3秒前、3、2、1。これで終わりっすね。はい、はい、よ、そう。じゃあ、なんかそういうなんかセリフとかないの。なんかアルパカはこういう感じみたいな。アルパカ喋んないんで、基本。あ、顔マネってことだ。そう、顔マネね。顔マネ、それ先に言ってもらわないんですか。そうっすね。なんか俺、お前がやったなんかギャグでめっちゃ笑ったやつあった気がするんだけど。え、じゃあ、なんかラッスン俺とかよくやってましたよね。やつだよね。はい、ゆうしさんの、うん、多分ですけど、ゆうしさんのあの前の潜在写真の、うん、あの顔のモノマネっすよ。俺の前の潜在写真の顔のモノマネ。はい、じゃあ、はい、オッケーです。はい、行きます。はい、モートリアップですね。顔のモノマネ。モートモノマネ。それではオッケーですか、ゆうさん準備。はい、オッケーです。それではゆうさんの前のゆうさんの潜在写真のモノマネまで3秒前、3、2、1。これ、あの、写真見ないとわかんないですけど。どの写真なのか。あの、ゆうさんが髪長い。ちなみに、ゆうやの、あれだよね、ゆうやの潜在写真も大概そんな感じだったよね。そうっすね。なんだろう、自分の潜在写真だと思っちゃう、ね、大概そんな感じだった、うん、まあ、確かに俺もどのやつかわかんないけど、うん、まあ、たぶん髪の毛長い時だったら大体知ってると思う。だいたい俺の笑った時の顔はあんな感じっていうのを伝えたかったんでしょ。あ、そうっすね。そうっすね、なんだ。そう。違うと思うよ。え、ゆうしさん笑ったらめちゃめちゃ可愛いっすよ。なんかあの笑顔は出せない。いや、出せないよね。どうしたらいいの。いや、本当に出せないって。最近気づいたのが、俺笑顔苦手なんですよ。春の笑顔だけは得意なんです。春くんの春の笑顔だけは得意なんです。今、春くんやばいやばい。春くんこの眼鏡かけてますけど、春がなんだっけ、ネオホススナップで、はい、笑顔の写真何枚撮ったんだ。笑顔の写真、そうですね、まあ5カットぐらい撮って、そのうちの3カット全部笑顔で行ったんですけど、一つも疲れませんでした。はいはいはい、そんな感じの、あのカメラを向けられた時の笑顔まで。3秒前、3、2、1。いや、やばいよ。傷、かさぶたかさ、まあ、いつもの変な笑顔、ちょっと上手くなったんじゃないの。やばい俺をがどん知ってるとか俺に気使うとかなしで、じゃあこのよ、いきなりじゃあ、あの、見てくれてる人たちが合コンに合コンしました、本当にきつい、合コンしましたで、あ、じゃあどうもみたいな感じで来て、第一印象ってもう顔だけしか分かんないわけじゃん。だからゆうやに関しても、もうみ、俺に関しても全員顔だけ判断で、それはきつい、あの、誰が一番いい、あ、この人がいいっていうのを選んでもらおうか。
そうですね。ゆうさん、ゆうさん、ゆうさん、いや、マジでキスです。え？いや、俺もう 200% 選ばれない自信があるんですよ。これ、え、あのパーセンテージのやつですか？ああ、そういうこと。そうそう、パーセンテージのやつ。これゼロだったら結構マジで。え、ちょ、待って、え、そういう問題？ちょ、俺、普通に俺だったら嬉しいけど。違う、ゼロってあの数字が 0% って。ややこしいな、名前な。名前変えよう。4ぐらいにしてもらっていいですか？じゃあ、まずは俺らのその合コンだと思って、そうですね、初めましての、はい、こう、あ、自己紹介。あ、自己紹介。わかんないじゃん、だって。一つですよ、うん、聞く前にもう、ゆうしくんでしょって出てるんですよ、名前が。だからそういうの抜きでっていうか、そういうなんかあの、ひいき目抜きで、見て、客観的に見てほしいよね、一回。そうですね、そうですね。確かに、確かに。そう。それ、俺、目悪いからちょっとコメント。これで見よう。じゃあ お前から行く？自己紹介いい？寄せますね。はいはいはい。結構いや、マジか。マジか。そうっすね。あの女の子軍団のあの目線だと思ってね。カメラの。もういいっすか。じゃあ。じゃあ自己紹介するね、男の方から。じゃあ、まずじゃあ、ゆうやから。あ、どうも。はじめまして、ゆうやっています。はい。サッカー好きで9年ぐらいやってましたね。はい。はい、特技は、はい。明太子をおかずにご飯いっぱい食べることです。はい。いっぱい食べます。身長185センチです。はい、よろしくお願いします。やばい、ごめん、自己紹介俺やっぱ抜きでもいい？ごめん、ごめん、自己紹介だけは抜きにしましょう。じゃあ、OKOK、名前だけさらっていう自己紹介するわ。どうも、はじめまして、さくらゆうしていますい。今日は、あの、楽しい一日にしましょうね。ずるくらい、この絵は俺、ありえからね。この後いける、大丈夫。え、ちょ、春、いや、厳しいところがあるんだ。はい、アップしても気まずいから。どうも、はじめまして、ゼロです。はじめましてじゃないか。最近、初回について、あ、ゴリラ来たねってよく言われます。おい、寄せすぎな。じゃあ、はい、そこに登場して自分で行って。どうも、はじめまして、ハルって言います。まあこういうの初めてで緊張するんですけど、まあ今日はこういうの初めて緊張するんですけど、今日は一日よろしくお願いします。いや、結構普通にやっちゃった。隠れてるから。いや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 、これ普通に恥ずかしいっすよ。あ、いいっすか。本当に恥ずかしい。あと、かさぶたまあまあ目立つな。目立つね、うん、俺普通に、あの、なんか俺、あの、大仏かも。出ました。え、あ、はい。あ、俺これね、結構ね、全然自信ない。やっぱり1個に似てるって俺でしょ、これ。インスタでも言われたもん、俺。1個に似てるって俺、今まで言われたことないからね、本当に。え、でもなんか、俺ちょっと嬉しいかも、なんか、初めてだから。いやー、これ、傷、やっぱりあるからなー。傷負けある。傷負けっていうことにしといていいっすか、負けた場合に。でもさ、普通に考えてさ、合コンにパンって入ってさ、いきなり多分このシルバーの髪の毛、この肌の色のやつ選ばないと思うよ、絶対。普通に考えてたよ。いや、でも分かんないっすよ。まあ、コメントでは分かってましたけど、一発目優秀くん来たらちょっと怖いみたいな。髪型で。そうだよね、絶対ね。そういうのあるよね。ほらやばー、嬉しい。何これ。いやほら、だって待って、ほら、いや、そうだと思うもんだって。何これ。そうだと思うよ、ほんとに。これ、一般だもんね、そもそも。え、これ、いや、なんかそうだとは思ってたけど、なんかちょっとなんか傷がちだね。尊敬する。え、何これ、今日頑張れる。ちょっとこれショックだね。これモチベいいな、なんか。なんか、すいません。言うて、二人でもう半分締めてるじゃん。半分でもう 100% 締めてるじゃん。帰ろうかな。一番帰りたいの俺と言うやだよね。帰ろうかな。一番帰りたいよね。あれ、今日春のセンスを磨きですか。今日はすいません、今日に関しては次から帰りたいと思っていいですか。そこ今日から来週から春のセンスを磨けってことはお願いします。はい、行こう、それで行こう、それで行こう。いや、マジっすか、本当に。なんだろう、本当に。
や、まあ、でもやっぱ第一印象でしょ。第一印象はなんかもうしょうがない気がする。第一印象俺もう最悪だからな。もうダメじゃん、ヤンキーしか言わない。全然ダメし、ダメじゃん。え、ゆうやかっこいいと思うけどね。いや、そうでもないっすよ、実際。まあ確かにそうでもはない。違う、そっちに乗るとこではない。今のそっちじゃないです。乗る部分そっちは慰める方。今慰める方。今慰める方。いやいやいや、だって謙虚に言ってるけどその通りと思って。まあそうそうそう。嘘だよ。いや、お前かっこいいと思うよって言ったじゃん。なんかあの言い方ね。言い方っす。話し方とかだと思うんだよね、女の子にモテるモテないとかって。ああでもそれありますわ。だってなんかじゃあゆうやがじゃあまだ全然じゃあ例えば20万もつけてませんって言ったらおかしいなって思わないですか、普通に考えて。いや、こんぐらいの顔面のクオリティだったら絶対作れるでしょうっていう。まあ要はだから中身なんだろうね。最近言われて傷ついた言葉が、雰囲気ブスって言われました。雰囲気ブス、はい、それはちなみに誰に言われたの？それはあの従業員のゆきやさんって人に。ああまあまあまあ、仕方ない、ね、女の子じゃなくてね。はい、女の子じゃないです。ほら、まあまあまあ、雰囲気ブスはちょっと大丈夫。ゆうや、俺もセンス入った当初からもうずっと言われ続けてるから大丈夫。雰囲気ブス、雰囲気ブスではないですけど、なんか違うねみたいな。あ、キャラ違いだね、はい、顔とキャラ、まあ一番最初に言われたのゆうしさんっすけどね。あ、言われ続けてる、大丈夫。え、でも俺ね、あのね、春のね、あ、結構こいつ本当 お笑いセンスちょっとあって、めちゃくちゃ面白いんだよね。俺だって車の中で俺多分1時間ぐらいこいつとのやりとりでずっと笑ってた。爆笑しかも。マジで面白い、春はマジで面白い。いや、面白いんだよね、こいつ。いや、もうくだらねえことしか言ってないですよ、ぶっちゃけ本当に。その言い方も面白い。多分、他人から見たら、あの人たち何で笑ってるんだろうみたいな、本当。多分、寝てないのはあったっすよ。寝てないノリで、あの、第三者から見たら本当頭おかしい人。マジで本当にくだらないことしか言ってない。でもなんかちょっと緊張する席とかに着くと本当になんかただの新人放送だ。もうそのことだと可愛い。俺嫌いなの不良お化け同業接客だから。そう不良お化け同業接客が本当にダメ。同業だと俺もうガチガチになる。え、なんでなん、そこ自信持っていけないの。なんかいや、やっぱ優さんとなるとやっぱ同業でこのやっぱ来られる方はすごいめちゃくちゃ有名な人ばっかだから。確かにそう、でも別に有名だからなんか緊張しなきゃいけないとかではないじゃん。いや、なんかもうなんかもうダメです、その持ってるイメージでやっぱりもうガチガチ。有名だからこそなんかさ、ちょっとなんかかっこいいとこ見せて、あ、この子いいねって思われたいなとかないのかなと思って。俺は絶対そういうタイプだなと思うから。俺もダメっすわ、もうなんかもう僕緊張しちゃうよね、やっぱ、ね、じゃあちょっとあのそういうところでも面白いこと言えるようになってね。花丸さん、いやいや、花丸さんじゃないですよ。ムムムじゃないですよ、そっちじゃないです。いや、ゆうさん、あのちなみになんですけど、それ大切にしようって話しましたよね。なんだら、ゆうさんが言いましたよ。もうできたのかなと思うじゃんね。今ですね。いや、逆にゆうさんが、なんか、いや、そんなマジで。お前、ちょ、待って、あんだけ練習しとけよって言って、クオリティムムムで終わりなんだ。頼むよ、マジで。全然忘れてた。全然忘れてた。約束したじゃん、これ。仮面ライダーしてって、もうこれ絶対もうだって仮面ライダーしてっていう、いや仮面ライダーしてって言われてから仮面ライダーっても絶対滑るから。あ、もうもうやらせないよね。そうそう、メガネキャラは俺やめた方がいいと思うね。いや、ちょっとイケメンね、いやそういう問題が。俺さ、イケメンだと思う、マジで。メガネ似合わないと思うんだけど。いや、かさぶたっす。いいじゃん別にかさぶた。え、かわいいじゃん。まあまあっすよ。なんかもうほんとヒンドゥーみたいなかさぶたになってるから。ヒンドゥーって何？あのインドのさ。ああ、うん、そんな目立たない。いや、ここはやばいけど、これはね、やめとけ。近くに言い過ぎなのか、めっちゃ顔でけえなと思ったら。だから僕ですか？お前じゃないよね。いやいや、俺ユースさんに顔でかいって言われすぎて、ほんとになんかちょっと敏感なんすよ。お前どんだけ近く寄ってんの。僕じゃん。ああ、寄ってなかった。いや、びっくりした。今社長、で社長ね。あれ、おかしいから、本当に。俺だけの体重おかしいから。お前がな、間違えた、今横見たら横にいたもんね。俺、おはようございますに対してのね、あのね、俺おはようございますって言います。その回答ね、痩せればって。おかしいよ。挨拶、それ挨拶。いや、かっこよくなったら言うもんだって、かっこいいねって。だって俺センスに初めて入った時に、
お前3キロ痩せたらかっこよくなるねって言われてから10キロ太りました。そう、10キロ持ってるし。いや、俺72キロっすもん。先生やった時62キロだったんで。やばいじゃん、だとしたら。いや、マジやばいっす、ほんとに。絶対に痩せた方がいいやつじゃん。ほんとにやばいっす。マジでゴリラっすもん。春はもう最近ね、もう男前になったから、あとはもう僕からピョンって跳ねてくれればいいんだけど。そうっすね。頑張りたい所存ではございますが。ほら、勇士より春ってもう書かれるなってんだからね。すごいっすね。それぐらい力つけてきて。すごい、ね、何すごいっすね。ガンガン逆に行ってほしいよね。そろそろ春のセンサー磨けに、多分来週あれ作っといてくださいね、あの上の上のあれ。あー、あのね、あれ、うん、春のセンサーを磨けに。そう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 、もうもうそうなるよね、うん、すいません調子に乗りました。はい、5年後ぐらいね。やめて。5年後にはな、ゆいさんの座を奪ってんの。5年、しかも5年もかかるの。ここでそこの争いするんでしょ、その座席争いみたいな。あ、僕と春ですか、うん、いや、負けないっす、って言っとこうかな。お、ワークイジマン、いいとこに気づいてくれたね。ほんまにここイケメン多いよね。そうなんですよ。はい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 、ハズレが、ハズレのいない店っていうのを目指してて。嬉しい。まあ今2人ぐらいいるんですけど、顔だけで。ハズレがすいません、うちの店正直に僕言います。2人ぐらい顔でハズレな人はいるんですけど。え、ちなみに誰ですか。あの、イニシャルだけ。イニシャルだけ名前だけは言えないでしょ、そんな。いや、でも名前は言えないですけど、イニシャルは言えます。まあ1人は N でしょ。まあ、早い早い早い。なんならどっちも N じゃないですか。いやいやいや、お前の。あれ、え、N でしょ。え、N でしょ。まあ、N だね。じゃあ、なんですか。NN だよ、NN。NN。まあでも、そのなんでその2人がじゃあうちの店で働いてるかっていうのは、違うところにたくさんいいところを持ってるからっていうので、こうね、いるわけですよ、先生。そういうキャラが好きです、僕は、彼らの。え、彼らって。アイス、でかくない。はい、気持ちいい、気持ちいい。ちょうだい、ちょうだい。中身いきます。はい、おはようございます。これがなるからね。おはようございます。なんて、はい、中身イケメンです。中身イケメンね。そう中身イケメン。そんなボソって言わないでよ、中身イケメン。誰が反応するの。ぼやくな、ぼやくのはやめて。ぼやちゃん声張ってって書いてあった。聞こえないもん、聞こえなかったもんね、今全然。一回全部お前がしゃべるときめっちゃ叫んで喋ってみて、はい、なんか俺らが何言ってることに対してもお前だけ一人だけわけわかんないぐらいでっかい声でなんかこう言って。わかりました。返事だけな。ちっちゃくね。返事もそうでもない。ちっちゃいじゃん。わかりました。全然だったよ。ちょっと埃詰まってるっすよ。え、多分もう。多分埃詰まってるっすね。本当？本当だ。取ろうか。詰まってる。大丈夫。はい。取れた。取れました。はい。あ、大丈夫です。はい。え、ちょっと待ってください。今コメントちらっと目に入ったんですけど、ゼロショット頭弱そうで可愛いって、これ悪口ですよ。まあどっちか、まあまあ確か頭弱いと思う、自分でも。深センって何。深センセン、何それ。どこ深センや。え、深センし深センってことだよ。新しい、なんかじゃあ深センなんだよ。あなんか全くない野菜とかで使うやつ、あっちの。そっち、え、そっちの放送でしょ。そういうことでしょ。びっくりした、びっくりした。うん、まあワイルドさね。うん、ワイルドさに関してはもう本当にそこですわ。何がだから、なんかワイルド担当いたこいつで、ちょっとなんかなんつうの、可愛い系ジャニーズみたいなのいたら、この春だってね、なんだ。まあ身長高くて、つるんだボディといえば。そう、本当にスタイルはめちゃくちゃいい。マジでいい、本当に。マジでモデルさんだと思う。多分あと2年経ったらすげえいい男になるよ。いいね。まあ多分ね、あと1年は必要だよね、ナンバーになるまで。頑張って。え、ナンバーになるまであと1年ですか。え、あと1年。いや、俺が、ね、今のペースだったね。まあ、俺がいるまで厳しいですよ。今のペースだったね。なんかめっちゃいいこと書いてあるじゃん。そっか、いい男頑張って集めようね。うん、え、これめっちゃいいっすね。え、このコメントいいっすね。うん、いいね。でもいい男が集まってほしいよ、やっぱり。
え、このコメントはマジで神だと思います。でゆうやくんがきっと多分ほんとイケメンで、あのね、ゼロとかを超えていけるようになるまであと何年かかるんでしたっけ。あと5年っすね。5年かいな、お前。俺そこでその弱気発言なの。なんか俺今なんかパーン、いや2ヶ月ですねとか言うのかと思った。いや俺そうやって言ってもらった方がやっぱ欲しかった。俺欲しかったよね。俺は欲しかった。お前なんかそういうところなんかこう、こっちが望んでるとことだいぶ逆行くとことかダメなとこね。はい、ダメだ。違いましたか。でかい口ダメだ。おい、ダメ出しからありましたけど、じゃあ残り30分も見てください。 CM どうぞ。ずっと俺のそばにいろ。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインクたまんねえな。イオンインク。The largest program on YouTube in history. Which is it? Bobasta. Big up, Nino. f u k a n o Action, Daro. Kagire, Ashi. その通り。揃った。よし、ただいま、おかえりなさませ。で、あ、なんかさっき動画送った彼の、じゃあ、あ、ゆうやさんの、はい、はいはいはい、お願いします。1年後の、じゃあ今ゼロを抜くって言ってたけど、まあ、どういう感じで抜くっていうことですか。まあ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 、とりあえず、うん、まあ、ゼロさん抜いて、うん、マンション買います。え、マンション買います。マンション買う、マンション買います。あ、もうちょっとなんかあれだね、なんかそれ気合が見えないね。なんかもうちょっとなんかこうリアリティのあるなんかこうお前の思いを伝えてくれないと。バルピーバー、うん、乗れてる。はい、じゃあゆうやがあの男前の乗り方を見せてくれるから。はい、あの、まあ、売れてないホストのあのゆうやくんの踊り方はこれです。じゃあ1年後お楽しみに。そう、いやいやいや、あのゆうやくんが売れるホストになるまでのあのまずきっかけになる旅行だったんですけど、ずっとあいつ話してて、なんつってたんだっけ、あのいい男は音楽の乗り方もいい男だから、まずいい音楽の乗り方からいい男になれって言ってたんだね。それでそのね、それ言った後に、まあちょうどじゃあ今ちょうど流れてるからちょゆうや踊ってみようかって言ったら、あのダンス結構好きなんだけどね俺。結構結構俺結構あの音楽流れてたなんかあのなんかこういうのがなんかちょっとなんか頭流れてちょっといいね、あれ後々ね。いや、売れてなさそうとか売れてなさそう。そう、まだ売れてないから、それはあの乗り方なんだけど、だから売れるようになってって、あ、な、お、なんか自信がついてきたら、あの踊り方になんないか、絶対。わかった。はい。なんかセンスある人はもう、何やってもセンスあるって言ってましたもんね。そうそうそう。できる男は何やらしてもできるからっていう。そう。で、何やらしてもできるし、自分が本当にできないことはやらないからできる男は。覚えてる。そう、めっちゃかっこよく出てる。そうそうそう、やらないからできないことは。だから俺ボーリング行かないから。ボーリング俺めっちゃ下手なんすよ。え、 G ばっかっすよ。え、 G ばっかっすよ。いや、 G ばっかり。いや、100行かないから俺ボーリング。マジ？いや、俺ボーリングやったら G ばっかなんですよ。え、 G ガーターばっかっすよ。そうなん、はい、あ、あともう一個動画あるんで。ああ、ありますね。ね、それも僕の動画見てほしいんですか。はいはい。ゼロがゼロがうるせえかな。でも優勝のバク転見ないとやっぱ始まんないんで。お前とりあえず一回やってみよう。はい、僕ちょっと一回やってみます。はい、僕行く。
うわっ、いいね。ここね俺今失敗したの。本物は爆睡を俺。爆睡。はい、頼む。3、2、1。大体1分以内にして。はい。今40秒です。頼む。はい。かっこいい。まあカリスマはこんなもんだから見とけや。俺。持ってかれたな、すごい体操を最後にイエーイやってたあれ誰ですか、あれに関しては誰しかも人生初のバク転をして超絶足くじいたっていう、足くじいたの、あれやばかったさ、足本当に。いや海に行ったらもううるさいよねこいつね、あるいやもう本当にだってとりあえずはいやだってえとりあえずは全中しましょう。だってユウさんのインスタを見てユウさんの爆中をちょっと生で見たくて、海からとりあえずユウさんの爆中でしょみたいな。いやいや絶対言うんだもんだって爆中、いや爆中してください。見たいんだもん、すごいなって思って。できてよかったな。マジ本当に遊び半分で爆中はしないよ、本当に。まああの後僕もしたんですけど。それでその顔。はい。そう、一人で練習した時のストーリー。一人で、はい。実は練習した。練習しちゃってちょっとやばいよ。ちなみにその傷はなんでできたんだっけ。いやこれはまあすごい武勇伝ですよこれ、やばいっす。大きい声では言えないですけど、まあゴリゴリの入れ墨入ったバッチバチのなんかめっちゃ怖そうな人いて、まあ僕不良とお化け嫌いなんでそういう人避けて歩こうと思ってたんですけど、なんかめっちゃ絡んできて、マジ勘弁してください本当に。いやもういいっす、なんだその反応はみたいな。で、なんかちょっとめっちゃ絡んできたんで僕で、それで一回ボーンと突かれて、ちょっとなんだこいつと思ってちょっとスイッチ入っちゃってやばかった、こういう髪掴んでボーンと突きしたら血出ちゃって。それどうなったのその人。いやで、その人でなんかやってても僕もスイッチ入っちゃってるんで、もう膝ドーンやっても結構やっちゃって、でまあその後結構なんかその人たちの周り来たんでちょっとで、それでなんかなんだみたいな。いやで俺もまあ食い下がれないんで結構いろいろやってたら、そうっすね。でもまあそれでまあ止めに入ってくれたんで終わったっすけど、はい、まあ、ごめんなさい。俺とハチがね、そう、うん、危なかった本当に。でも鼻の骨折れちゃったみたくて向こうの人が、いやそれは本当にもうまあ絡まれたからです、正当防衛なんですけど、まあそれは間違いないね。まあだからちょっと本当にまあそうですね、はい、すみません嘘つきました、ごめんなさい。まあ、落ちるの早くない、俺が言うとこや、心苦しい、心苦しい、うん、性格いいってことだよね、それね。まあ本当のこと言うと、やっぱ海だから結構やっぱカッコつけようと思って、海にカッコつけて、じゃあ行くかっつってバーン走ってバーン飛び込んだらめちゃくちゃ浅くてドーンっつってそうか、海の中でバーンって飛び込んだ。だって分かってんじゃんお前。だって俺とハチがいて、ハルがめっちゃ叫んでるぞ、うわーっつって、で、俺見たハルの方見たら、いや、俺より全然前やみたいな、めっちゃ浅いところ飛び込んで上がってきたら血だらけ、上がってきたらここ血だらけっていう、アホだよお前。いやまあで、それ恥ずかしくて、なんかゼロとかにどうしたんつって、いや、わかんないんだよね。いやいや、俺にも言ってたかって、気づいたら出てましたみたいな言って、俺たちゲーム見てたじゃない。あ、そうなんだ。すごいもうまあまあね、センスの従業員一部はね、今この話で通ってるけどね、まあ信じてる、まだまだ通してんの、まだ信じてます。いよりにだけ嘘ついてます。いやマジ不良に絡まれてボコボコしてやったんだよねみたいな。そう、その話がいよりはまだいまだに信じてて、お前不良ボコボコするとこマジないからみたいな、お前すげえなみたいな、もう通ってるんで、まあいよりの中ではもう僕もう結構あれっすわ、もうちょっと強いキャラで通ってます。あ、本当に四天王超えた？多分イオリは春に喧嘩売れないっす。いやもうイオリは売れないっすね、もう多分ビビっちゃってね、恥ずかしい。いや春ちょっとやべえが膝蹴りかましてくるからね。いやなんか春がなんかそれなんか言う、なんか真剣に言ったらなんか本当になんかそういうスイッチあんのかなと思っちゃうね。ちょっとさすがです。いやないっすね僕。まあでもやっぱ歌舞伎町でまあ一回なんか絡まれたことあるんですけど、それめちゃめちゃ面白いやつやん。なんだっけあれ。あれでしょ、バーベキューだっけ。バーベキューじゃなくて、あ、そう、バーベキューの日に春が朝集合じゃないですか、で暗き小通りを歩いてて、イヤホンをつけて歩いてたんですよ、春が。でそしたらいきなりなんか不良みたいなやつに話しかけられて、なんか言われて、
おい、で、ハルが聞こえなくてイヤホン取って、え、何ですかって言ったら、お前挨拶しろよみたいな言われて、ハルが、え、僕知り合いでしたっけみたいな感じで言ったら、うん、いや、知り合いじゃねえけど、お前俺がほらみたいな感じで挨拶しろ、お前挨拶しろよみたいな感じで言って、それで、いや、ちょっと僕知らないんでみたいな、思いっきり蹴られたらしくて、マジでしかも、朝店に来たら、いや、ちょっと蹴られたんですよ僕なんかどうしていいか分かんないっす怒ってんだめちゃめちゃなんかもうナイーブな感じで、うん、じゃあ、ね、その時にね、呼んでくれたら行ったのにっつって、いや、怖かったっすよ、おい、挨拶しろっつって、ええー、もうだって知らない、全然知らない人もちょっとベロベロで、なんかいや、俺が挨拶したら挨拶すんだみたいな、で、なんかそれがめっちゃ怖もてな人だったら分かるんですけど、うん、そうでもないんですよ、まあまあ勝てそうだったっすよ、まあまあ勝てそうな感じの後から言うのやめろよ、でもまあすいませんっつったら、いやでもさ、いやいやいいよそれでね、うん、すいませんにしよう、うん、これからも、いやまあそうですね、僕はまあ本当に、まあ、素晴らしいね、俺喧嘩したの見てたよとかって書いてあるもんね、え、でもえゆうさん昔喧嘩してたんすか、喧嘩別にしてないけど、でも喧嘩超面白い喧嘩したことあるよ俺ええあの新興ビルの時にエレベーターが降りて、で普通になんかまあ4人組ぐらいで飯食いに行こうよみたいなで行って、バーって行った時に向こうから4人組ぐらいのホストが来て、で肩がポンと当たったの俺が、でまあまあよくある中学生みたいな喧嘩なんだけど、その時まあ俺たぶんまだ21、2ぐらいの時で、でおいとかで言って、行ってえなとか言うから、はとかで言って何みたいになって、で喧嘩になって、あ、じゃあ分かった。じゃあもうここでタイマーしようとかって、エレベーターの前のホールで、ね、俺も時計とか全部外して、お、あ、やるよとかって言って、俺ヒールブーツ履いてんだけど、もうそのままもう、喧嘩ってさ、すぐパーンって始まるもんじゃん。俺らもう普通に、あの、ラウンドワンみたいな感じ。OK、じゃあ始めね、みたいな。で、そっからスタートして、普通に殴り合ったんだけど、向こうに髪引っ張られて、こうやってなんかこうなって、ずっと掴み合ってたら、タツキって前田前田います、ね、てめえ何しとんじゃーとかって言って、2人でまだ喧嘩してる最中なのにバーン入ってって倒してなんかやったから、いや、やめてっつって言って、逆にやめてって、逆に2人でやってるからやめて今はって言って、で結局なんかギャラリーが集まりすぎたから、あ、すいませんっつって逃げて終わったんだけど多分それを見られたのかもしれないね、もしかしたら。だいぶ前です。で、てかユウさんの髪バーン掴まれて倒されるって、なんかまあまあないっすよそんなこと。え、倒されるっていうか、なんかこうやってやられて、まあ、髪の毛引っ張らない、髪の毛引っ張んないでよと思ったんで、無理っすよね。でももう今はそれの経験を得て短くした、ね、そうそうそう、それを得て、そういう名前切ろうと思ったきっかけ実はそれ、はいはい、そう、喧嘩しやすいねヘアスタイル、掴まれてもすぐこうなるから多分バチーンだよ嘘だよ、そんなことしませんよ俺それを、まあ、そういうことがなんかその当時はなんかまあ生きがってたから俺も、そういうなんかとにかくなんかホストに喧嘩られたら買いますよみたいなスタンスだったけど、それをやってたら直樹さんにもめちゃくちゃ怒られたからなんかちょっと僕と同じぐらいの年ってことですよね。まあお前と同じぐらいの年の時、そうそう、だからお前が生きがってるのと一緒で俺もだいぶ生きがってた。僕生きがってないですからね。えねえ、はるどっちかで生きがってないですよ。まあ、でかい口は叩きますけど、すぐそうなっちゃうの、しょうがないね。でもまあ仕方ないっすね、仕方ない。まあ男やっぱもうプライドとかもあるし、だってなんか俺あの前のだからジャックの時か、あのキャッチしようと思って外の子立ってたら、本当にまあ春も言ってたみたいに、まあまあ全然弱そうなやつが女連れで変な子来たね、おいとか言って、何見てんだよめえやとかって言ってきて、いやいや見てないですけどとかって言って、いや僕すまんキャッチしてるんでって言って、見てたよなおめえおいとかって言って、おめえ来いやとか言って喧嘩になって、あまりにも言ってるからマジムカついて、そのまままあ、真っすぐストレート鼻にバシーンってやったそれからね、あのそれ以上そう、もうそこからもうめっちゃ喧嘩になって、結局まあ警察も来て向こうも悪いからっていうのが収まったんだけど、まあ昔そういうのは、ね、めちゃめちゃ荒れてましたよね、なんかまあ荒れてました、ね、俺がいやゆうさんと一緒に働いてる時も僕なんか同じみたいな、お前が僕と、なんかその時当時なんですけど、あのお客さんと同伴するっていう約束してて、お客さんがコンビニの前で待ってたんですよ、うん、で他のホストに無理やり連れてかれて同伴されて、僕遅刻して無事切れてホストキャラを殴り込み行きました。マジ、はい、それであの店長と代表とお互い代表同士が謝ってみたいな、僕めちゃめちゃ怒られました。それで俺がいない時、え、ユウさんいますよ俺います、俺いるの知らないの、その情報。多分ユウさん知らないです。
マジ、はい、出勤遅かったじゃないですか、オープン直後だったんで。そうなんだ、怖いね。でもいやいや、言えてゆうじさんが一番荒いから俺だって、俺怒ってんの見たことないし、ほとんど。いや、ないっす。ないっすね、一回も。本当にいなくない？感情で怒ってるとか見たことない。でしょ、なんつうの、なんか。それはない、それはない。そうだよね。いや、怒るのなくなったのな、マジで。昔は本当に感情でぶち切れちゃったんだけど。いや、ゆうさん、マジ昔やばかった。本当にすぐ怒る。なんか、年なんだろうねと思うよね、そこは。だから、怒れないもんね。今全く怒らないですからね。向かってきてもなんかいろいろ考えてパワーで、いやこれ無駄だなこの怒りみたいなすぐ収まっちゅうみたいな。でもあ怒んなきゃいけないなと思ったら叱るけど、それはまあそういうふうになってくんじゃないですか。お前は草食動物だから怒んないもんね、もともとそうそういうもんね。いや春さんもそうですよ、それは。いやこいつは怒るよ、結構。マジ春は春っすよね。春マジで怒りますよね。なんか怒るけど別に言わないみたいな、あんまり。ああ顔に出やすいよ。出るすげえ。なんかブツブツ一人で言って終わるタイプみたいな。なんなの？マジで言わないみたいな。なんなの？みたいな。え、僕怒んないっすよ。僕こそ怒んないっすよ。春切れたらマジやべえから。まあ春がね切れたらもう頭突きで不良倒しちゃう。超パーして膝蹴りかましちゃうからね。まあそうだから気をつけろよ。やばいやばいやばい、本当に。そんな感じで後半、まあ残り15分なんで、あラストソング何がいいか書いておいてください。それでは CM どうぞ。さあずらり並んだ最強コンテンツ、早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から。 Here we go。毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなどリアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本中の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょナイトチューブ、試した人から面白い。おい、ミキドウザンの、なんだっけあれ。ええ加減そうな俺でもしょうもない裏切りとかは嫌いねん。エターナルでもいいよ。何がいいな、そんで。エターナル歌えんの？歌えます。え、赤西仁ですよね。そうでしょ。あ、それを歌います。エターナルでいいっすか？夏の思い出ちょっとわかんないか。ドリームとかいいね。今流行らそうとしてる。あもう流行らせましょう。うん、リスさん最近面白いよ、めちゃめちゃ面白いよ。どういうこと？いやもう海行ってもなんかもうリスさんが一言喋ることでし爆笑しちゃいます、ね、面白くて。リスさんこんなキャラやったっけみたいな。そうだよ。なんだよ。何笑いそれ。エターナルでいいの？いきなりえ、エターナルってこの間歌わなかったっけ。ジョイさん歌ってないじゃないですか。エターナルですよね。歌ってないって。でも歌ってない言っとくけどめっちゃしんみりだから。これマジでしんみりですね。俺これ4年前ぐらいにラストソンでいつも歌ってた曲、歌詞出ないっすね。テレビが映ってないです。あ結構ちょっとください。好きとか嫌いとか簡単な言葉で伝えることができない。
締め日のラストソングでいつも歌ってた曲、思い出の曲じゃない？思い出詰まってるんですね。そう、これいいっすね。ちょっとえこれいいっすね。いいよ、歌うまいっていいっすね。初めてナンバーワンになった時に歌った曲、次の時代ですね。じゃあ愛一番だけ歌うね。歌いましょう。はい、まあ、最悪これ見るぞ時間。1曲いけちゃいますよ。いや、1曲いくと最後に
ハルが、はい、今日もありがとうございましたっていう締めを言えなくなっちゃうから。分かってますね。だよね。ということで、ね、はい、締まんないんで、曲だと。はい、あ、どうぞ。どこに誰か想像したもんなんでしょうか。何回なんだね。感情ってどこへ向かうべきもんなんでしょうか。そっと教えてよ。飛ぶ鳥は散々照れ椅子だって成就しないまま、とはいえ好きになっちゃうじゃん、もう消えないよ。遠くいなくなれ、こんなんなら存在自体を消えちまえ。そう思ったどんくらい経つだろう。来週はいつあるんだろう。運命的に決まってるって、それが本当なら視界に入ったもの全て受け入れてしまえばいいんだ。分かっちゃいるんだよ。ナンバーのところですけどね、ハルが喋りたそうだったんで、ハルくん、はい、どうぞ、はい、どうぞ、30秒で尺、どうぞ、せやね、まあ来週はな、あれ、期末テスト来週はやるからな、ほんま、見てな、来週楽しみにしとってな、うん、来週はやるからな、うん、ユーマじゃねえ、楽しみにしとって、ほんま、まあ来週はやるから、うん、って言っとく、うん、それしか言ってないよ。はい、はい、じゃあセンスの来週を見てください。お楽しみに、バイバイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。